皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて、今年も松阪市の伝統工芸品松阪木綿を市内外の人により知ってもらおうと、11月11日日曜日、カリオンビルなど中心市街地を会場に松阪木綿フェスティバル2018が開催されます。この開催を前に11月2日松阪木綿フェスティバル実行委員会と飯南高校、松阪工業高校、松阪高校の生徒の皆さんが竹上市長のもとを訪れ、それぞれの出展の内容とその思いを話しました。カリオンビル1階では木綿マルシェカフェを開き、飯南高校の緑茶ラテアートや松阪商業高校の松阪豚にミートパイなどが出展されます。飯南高校の坂口ほのかさんは、一茶入魂で飯南のお茶をアピールしたい、多くの人にぜひ飲みに来てもらいたいと意気込みを話しました。またベルタウンの2階では、今年も松阪工業高校が木綿ファッションショーを開催します。制作はもちろん、コーディネートやメイクなどモデルのすべてを生徒がプロデュースします。松阪工業高校の坂田奈穂さんは、今年は松阪木綿を一からデザインして服を作ります。ナチュラルで可愛らしくモダン的に仕立て上げ、高校生が着られる、着たいと思う服を作って臨みたいと話しました。他にもベルタウン2階広場では、松阪高校プロデュースのもと、松阪木綿への思いを語り合う木綿トークが開かれるなど、中心市街地一帯で松阪木綿に関するイベントが盛りだくさんです。皆さん、ぜひ松阪木綿フェスティバルにお出かけいただき、松阪の伝統工芸品松阪木綿に触れてみてくださいね。それでは今回のラインナップです。松阪三大祭りの一つ、宇治里祭りが今年も盛大に開催されました。第5回松阪ションガイ祭りに用意していたお菓子を、松阪ションガイ音頭と踊り保存会が松阪市に寄贈しました。鎌田中学校の文化祭で2020年に完成する予定の新校舎を 3D 映像で体験できる催しが行われました。今月の広報松阪の見どころをご案内します。